自民党の悪事と統一教会のカルト。八王子は悪事とカルトの街で、市民は皆最悪の生活を強いられてきた。これではいけないと思った八王子の市民は多い。一つの八王子の市民の会が動き出した。2023年の地方選挙に合わせて、選挙候補者にジェンダー平等のアンケートを取ることにした。多くの候補者から賛成の声が返ってきた。ところが、自民党の候補者はただ一人として回答を寄せた者はいない。羽生の統一教会の汚染に苦しむ八王子の市民。少しずつ立ち上がる市民が増えていった。羽生と統一教会は市民に対して執拗に妨害をした。しかし、ついに八王子市民は立った。